はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日ね6月の17日急にね、ストラクチャーが発売になりまして、ライズ・オブ・ガイアっていうストラクチャーですね。これね暗黒騎士ガイア、これ、ね、結構新しいんですよね。これほんとなんか最近発売された記憶あるんですけど OCG の方で、まあ、それがデュエルリンクスに、実装になりましたということで、こちらのストラクで、組めるデッキを、今回組んできました。新スキルがね実装になってまして、この障害スキルでなんか闇遊戯とかまあ遊戯系の人たち、相棒とかもう一人の僕でなんか戦士族をね20回召喚するとスキルがゲットできるようになってますんで、暗黒騎士ガイア系のスキルですね。でこのスキルどういうスキルかっていうと、手札を1枚デッキに戻すとデッキから走破するガイア1枚を自分のフィールドゾーンに置けますよと。で一応縛りがねちゃんとあって、最近のスキルはデッキ内に結構そのこういうカード入ってないと無理ですよみたいなのがあるんですけど、最近ねやっと最近ですこれで。このスキルは暗黒騎士ガイアモンスターかドラゴン族レベル5モンスターが8枚以上存在するデッキじゃないと、適用されませんよっていう効果ですね。ただ、それを適用されていればこの走破するガイアが置けると。で暗黒騎士ガイアモンスターを操作する融合モンスターとか暗黒騎士ガイアモンスターカオストロジャーモンスタードラゴン族レベル5モンスターしか出せなくなるよっていう制約もつくと。まあ、要は暗黒騎士ガイアカオストロジャーデッキで使ってくれと、このスキルはまあそういうことですね。でただね、この走破するガイアっていうのがすごい強くて、以下の効果から1つを選択して、発動できると、手札の、暗黒騎士ガイアモンスター1体を相手に見せて発動できますよ。デッキからドラゴン族レベル5モンスターを手札に加えるよと。でドラゴン族レベル5モンスターを見せれば暗黒騎士ガイアモンスターを手札に加えるよっていうことで、だからガイアとドラゴン族をこう、総合サーチみたいな感じができるんですよね。でこの、スキルで置けるこのフィールドを使って融合素材を今回は揃えてで融合していくっていうデッキになるんですけど、今回のデッキは、こちらですね。で新規カード先に説明していくんですけど、まずですね、竜窓騎士ガイア、このモンスターですね、暗黒騎士ガイアモンスタープラスレベル5ドラゴン族モンスターで融合できますよと。でこのカードはモンスターゾーンに存在する限りカード名を竜騎士ガイアとして、扱うっていう効果がついてますんで、さっきの走破するガイアのねこのあと相手はバトルフェーズに効果を発動できないみたいなこの効果も一応使います、はい、結構強いですね。で、2番の、ね、効果めっちゃ強くて、自分の相手のメインフェーズ時に、このカード以外のフィードのカードを1枚対象にし、そのカードを2600こいつの攻撃をダウンさせることによって破壊すると。まあ、要はフリーチェーンでメインフェーズ中に破壊することとかできる、まあ、攻撃力はゼロになっちゃいますけど、これは非常に強いと。まあ、今フリーチェ除去ってやつですね。で、丸3番、このカードが戦闘で相手モンスターを破壊したときに、このカードの攻撃力は2600アップすると。だから戦闘で破壊したらもう1回、使える効果になりますね。2600が5200になるんで、どうやって出していくかっていうと、融合をね、入れてるようじゃ遅いわけですよ。この環境でね、本当はね、OCG の方で強いモンスターがいて、呪われし、カース・オブ・ドラゴンと、あと、螺旋融合っていうカードがあるんだけど、そっちがデュエルリンクスには来てないんで、まあ、多分次のメインボックスとかに来るんじゃないかなと予想してるんですけどね。今回は、この、魔導騎士ガイアと極炎のカース・オブ・ドラゴンっていうので融合していきます。で、この極炎のカース・オブ・ドラゴンっていうモンスターが召喚特殊召喚に成功したらフィード魔法を割れるよっていうおまけ、まあ、これ狩場とかねネクロバレーとか割ったりできるんだけど、まあ、こういう効果を持ってるのと、あと丸2番1ターンに一度自分のメインフェーズ時に、フィールド上の融合モンスターカードに決められたこのカードを含む融合されるモンスターを自分のフィールドから落ち送って融合できると。だから、暗黒騎士ガイア、モンスターがいれば、カース・オブ・ドラゴンと、その暗黒騎士ガイアモンスターでこれを出せる、まあ、こっちも出せますけど、ね、ちなみに天正の類騎士ガイアも出せるんですけど、これは、どういうね風に出していくかっていうと、このね魔導騎士ガイアっていうモンスターで出していきます。これは、ルール上暗黒騎士ガイアとしても扱うんだけど、自分のフィールドにモンスターが存在しない場合、または相手フィールド中に攻撃力2300以上のモンスターが存在する場合、このカードはリリースなしで、召喚することができると。だからつまりリリース、なしで、まあ、妥協召喚みたいな感じでできるんで、ポン出しできると。で召喚特殊召喚に成功したら手札から墓地からドラゴン族レベル5のモンスターを1体選んで特殊召喚できるよっていうことなんで、こいつを出してこれを特殊召喚して2体並べてここで融合するっていう感じですね。だから融合は必要としません、融合デッキですけど。でこいつのサーチ、魔導騎士ガイアのサーチは、この走破するガイアか、まあ、もしくは混沌の場ですね、カオスフィールド。これで、これ暗黒騎士ガイアなんでルール上なんでこれサーチできると。で、走破するガイアは足りない方を持ってこれるんで、割とね初手の安定感は結構高いですこのデッキで。他にギミックとして入ってるのが、まずこの暗黒騎士ガイアオリジンね。これ墓地から除外すると、その元々の攻撃力と異なる攻撃力を持つモンスター、まあ、要は例えばこいつの除去効果使った後とかの打点を戻したりできるんですよ。これ結構強いのと、あと戦士とか2体分のリリースにできるっていうのもありますんでね、一応ね。だからまあアドバンス召喚とかもできます。一応これ結構強いで、あとはこれ、ダークフレアドラゴン。これね、ドラゴン族レベル5モンスターだったら別に何でもいいんだけど、一応追撃のこれ光闇なんですよ、属性が。だから、まあ、ここ開闢のカオスソルジャーの方とかを本当は入れたいけど、まあ今デュエルエフスないので、まあ、こいつが一番光闇除外できて、しかもこのスキルと相性がいいかなと思って追撃もできるんでということで入れてます、ダークフレアを。でギミックとしてはこいつの除去効果、これね2600ダウンさせて対象のカードを破壊するよっていうメインフェーズ中に破壊するって効果を使った後に融合解除します。融合解除すると、融合素材のモンスター暗黒騎士ガイアと、カオス・オブ・ドラゴンが蘇ってこれるんで、でもう一回ぶん殴ってワンキルするっていうギミックですね。でこれねはっきり言って環境と戦えるほど強くはないんですよ。なんでかっていうと、そのメインギミックで相手の妨害を乗り越える展開力とか効果を持ってないんですよ、基本的に。なんで、まあ、全部の妨害踏む月の書とか狡猾とか、あと先行制圧のフォトンストリックバウンサーとかもめっちゃきついし、なのでそういうバックとかも前後ろを、ケアするためにはもうね、こういうカードを入れないといけないんですよ。局所的ハリケーンとかサイクロンとか、あと聖杯ね。これ聖杯はねすごい相性が良くて、だから3積みしてるんですけど、これ相手のモンスターの効果を無効にするっていう使い方もできるし、あとこいつ自分で打点ダウンさせた後にぶっかけるところ打点戻るんで、バリバロスみたいな感じなんで、これガン積みしといていいかなと。またフォトンストリックバンサーとかめっちゃ辛いからね、このデッキ融合できんし。なんでまあこういうカード、まあ、あとSC の効果のバウンス効果とかも止められるんで、一応これ入ってますっていう感じですね。はい、であとは転生で持ってくるようなスパイラルシェイバーとかが入ってるっていう感じかな。だからこの辺は使わないから別にお好みでいいと思うけど、ほとんど使わなかったから、うん、っていう感じです。早速ですね、一発やワンキル、融合解除ワンキルね、決めていきましょう。デュエルスタンバイ。クジャクマイか、なるほどな。これはね走破するガイア発動しよう。走破するガイア発動をカース・オブ・ドラゴンも発動する人もまあでもあれか、次のターンアドバンテージ稼ぐからな。で走破するガイア効果、暗黒騎士ガイア見せつけるとレベル5ドラゴン族持ってこれるマン。レベル5ドラゴン族がね強かったらねすごかったんだけど、あんまり今強いのいないんで、召喚するでしょ。リリースなし召喚ができる、妥協召喚で召喚成功時、手札墓地からレベル5ドラゴン族モンスターを1体特殊召喚できる極円で、極円特殊召喚成功時フィールド魔法割れる、フィールド魔法割れるんでハーピーのカリバぶち割ってく、これ強いですよね。で極円のカース・オブ・ドラゴンの効果で、これ融合効果持ってるんで竜魔道騎士ガイアを特殊召喚していくと。スパイラルシェイバー転生の竜騎士ガイアは高校で強いし、まあこっちもここで強いけど、リュウマド騎士ガイアもまあなかなか先行で強いですね。リュウマド騎士ガイアは一応1妨害なんで、これでまあ妨害構えられる時点でまあ速攻魔法なし、月の書なし、 OK。 あれですね、一応最後あんのかい、やべスノードキミスった。しょうがないか、それはしょうがない、それはしょうがない。チャネラいいよ、チャネラはいい、チャネラーもいい。なんかネスト持ってるかもしれないしな、普通にな。ネスト打たれるとマジで裏目なんで、まあハッピー出てきてからでいいんじゃないかな、除去するの。一応ねメインフェーズ中フリチェで除去できるんですよね、竜魔道騎士は。いいですよ、いいです。とりあえず展開はいいです。でチャネラー効果いいです、チャネラー効果でもそれもいいです。最悪いいです、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 最悪いいです。万華鏡とか持ってるかもしれないし。でパフィーマー効果、はい、でパビマ効果で、万華鏡かなんか持ってくるのかな。はい、了解でござる、了解でござる。でSC 出てきてからでいいんで、多分まあ除去するのはもうなんかどこで打ったってね、結局なんかネストとかいうのがあるんで、まあ、ネストがないところで打つしかない。はい、ネストはいい、もういい、しょうがない。ネストあんのか、ネストやめてくれ、ネストやめてくれ、ネスト。はい、 SC オーケー、オーケー、ここで打つしかねえ、ここで打つしかねえ、ここで打つしかねえ。リーマド騎士ガイアの効果発動、リーマド騎士ガイアは攻撃力を2600ダウンさせて相手のモンスターを破壊することができる。フリーチェーンでな。なんて強いんだ。羽休めいいだろう。羽休め効果で1枚ドローしていく。 OK、 2枚ドローじゃなくて助かった。よし、そのくらい許してやろう。で2枚カードを2枚、もう1回万華鏡されたら殺す。なるほどなるほど。いや耐えたー耐えたー。これ殴ってくれ殴ってくれ、分からせてやるぜ。ダメージステップせいはいーあーいよしよしこれで聖杯か。ごめんごめん意味なかった。よし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 、おっしゃー最強だぜ。そしてサイクロンの効果を発動。うん、あそれはなんだネストいいだろう。いけーとうよし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 神ゲー。さあお相手の方オノマトかな。オノマト、ああこれちょっとやばいね。魔法カード優位層きた。48000。オノマト変化いいだろう。いやちょっと優位層は動けないんでさすがにトップはでもどっちか来る16分の7なんで1234561234567なんで7だからそこそこ来ると思うんだけどな。7だからそこそこ来るはず。16分の7は何%ですか。7÷16、7÷16は47÷16、16分の7、7÷16、43%。やべ意外と動けねえやべえぞやべえ意外と動けねえ。一応ねあでも1枚くればいいから、1枚くればいいから 7枚入ってるカードが来るんですよ。でまずはしっかりめに後ろ割って、はいで月の書でしょどうせ。はい、月の書きたで、竜騎士へ至る道ガイアロードきた。ガイアロードの効果局所的ハリケーンを戻し、そして走破するガイアを発動。走破するガイアの効果魔導騎士ガイアをチラ見せすることによって俺はドラゴン族レベル5モンスターを手札に加えることができる。そして極限のカース・オブ・ドラゴンを手札に加えていく。これが呪われ師だったらめっちゃ強かったんですけど、まあ、とりあえず魔導騎士ガイアを召喚。魔導騎士ガイアの効果発動。召喚に成功した場合手札墓地からレベル5ドラゴン族モンスター1体を特殊召喚することができる。さあ来いいいだろうフォトンストリークワンさん。とりあえずお前これ飲めこれ飲め。飲酒強要ゲーブレ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 。そして極限のカース・オブ・ドラゴンを特殊召喚。特殊召喚成功時の効果は使わない。そして極限のカース・オブ・ドラゴンの効果発動。フィールド上のモンスターを融合したいとし融合召喚を行うことができる。いけ天正の竜騎士がいいよ。こっちの方がいいよな今は。いけ天正の竜騎士がいいよ融合召喚。そして天正の竜騎士ガイアのモンスター効果を発動。モンスター効果によってスパイラルシェイバーを手札に加えていくぜ。そしてスパイラルシェイバーを発動。そしてこれセットし、そしてバトルフェイス天正の竜騎士ガイアでお前のフォトンストリークアンサー攻撃。天正の竜騎士ガイアの効果お前を守備表示にして貫通するぜ。そしてでダメージを与えたら2ドローしてそう1枚捨てることができる。いけ融合解除発動。俺のバトルフェーズはまだ終了していないぜ。俺は天正の竜騎士ガイアを融合解除し融合をサインした魔導騎士ガイアとカーソルドラゴンを特殊召喚。いけーうおー瞬間融合が欲しい事実だった。ターン終了。さああと残りライフは1100。そしてお前は手札を1枚戻しておそらくガーキットを特殊召喚。あズバ番長いいだろう。番長いいだろう。さあ番長の効果を使うんだな。せいぜいいいだろう。さあ何を蘇生する。蘇生できると思ってんのか。いけパーリラパ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 リラ飲酒強要よくない絶対に。モンスター来いマスター。おうナイスおうナイス。なるほど。走破するガイア、走破するガイア効果レベル5モンスターを相手に見せつけることによってこれ持ってきても出せねえな。これ持ってきても出せねえから、オリジン持ってきた今。オリジン持ってきて、で、シンプルこれシンプルぶん殴りか。いや、効果発動する必要ねえな。これシンプルぶん殴り事件。こうですね。こうですね。はい、こうですね。こうですね。よし。あれ、ゆうはどこ行った？ゆうきちがいやどこ行った？対戦ありがとうございました。いや、ゆうってガン決まれば勝てる。手札が。さあ、お相手の方。さあ、デュエル。僕のターン。もう一人の僕。もう一人の僕じゃないか。もう一人の僕なんだろうデッキ。これあれかな？ガイアミラーかな？竜騎士、打たれる道、ガイアロード発動するよ。ガイアロード、いやー、これどうだろうな、これサイクロンの方がいい説なんだ、これね。サイクロンして、で、走破するガイア効果。走破するガイアで、手札の暗黒騎士ガイアを見せつけることによって、極炎のカーソードラゴンを手札に加えていくことができる。で、魔導騎士ガイア召喚。魔導騎士ガイアを召喚。魔導騎士ガイアの効果発動。魔導騎士ガイアの効果によって手札か墓地から。ドラゴン族レベル5のモンスターを特殊召喚できる。そしてカーソルドラゴンの効果発動しない。カーソルドラゴンの効果発動。自身を融合素材とし融合召喚をすることができる。いけユーマドキシガイアぬおー。これ一応フリーチェーン除去が入るね。でセットでエンドですかね。さあ来い闇遊戯さんよ。一体どんなの言ってんだよ。多分ミラーと見た。おそらくミラーと見た。ミラーどっちの方が有利なんだ。ミラーはどっち。コスミ臭いからうざどっちの方が有利なんだろう。でも一応除去できるからなんかでもどうだろうな。除去コスミックサイクロン強すぎない？もうさやめようぜ。なんかその雑に除去してくんのもうきついけどフリーチェンが強いよね。カオスフィールドなるほど。カオスフィールドいいだろう。それはもうええわ。出てきたモンスターを処るしかねえ。しょってもう融合もさせよ。出てきたモンスターを処るしかねえ。俺は2000だろ。だからトップ引きでさなんかガイアかなんか引きゃいいんだよ。ガイアか、まあ、ドラゴンかどっちか。はいいいよ全然いいよ。そっちどういうこと？儀式ってこと？ちょっとさなるほどやばい。パーフェクトカオスソルジャー来た。やばい負けちゃうー。なんちゃってよし頼むモンスター来いモンスター。オリジン弁当の方ね。オリジン弁当の方か。消化するガイア効果。オリジン弁当の方か。まあでもこれやっぱりね、消化するガイアはね、2回使えたらアドバンテージ取れるの強いですね。で、極炎じゃなくて、これダークフレアで2000だろ。相手ライフ2000。こうして、で、まあこれは守備表示でいいな。で、もう攻撃表示でいいのか。でもガイアオリジン弁当だから。で、魔導騎士ガイアと、極炎を除外してダークフレア出しておいオーケーオーケー勝ったと思ったかい。もう一人の僕。これが最新の暗黒騎士ガイアデッキだ。下克上成功。対戦ありがとうございました。